ごちそうさまです。ごちそうさまです。このビバンというドラマははい。あのー、結構ね。こう過激な部分も多かったじゃないですか。うん、そうですね。まあまああのー、ちょっと注意書きから始まる時とかもありましたもんね。ねありましたよね。はい、でも実はこう相関図とか見てて、うん、あのー、思ったんですけど、こう現代のこの中で亡くなったりとかしたのって、はいはい、山本だけやね。これね。 基本で山本の時にその注意書きがあった気がするねありの時あなの時ありの時あありの時かありの時やったあ本ほでも実際命を落としたのは山本だけですかねこれね確かに相関図で言うとそうですねあとまあサムかサムと山本だけですサムは死んでないけどねありのサムね ああサムニのねのね。そうそうそうまあ明美乃木のお母さんはね40年前にっていうのはありましたけどはいはいはい過去には確かにね亡くなってて壮絶なっていうシーンはありますけど確かに現代で亡くなってる人ってほんまやね山本だけになるか実はねこれ過激な感じに見えてほぼ人が亡くなってないというね確かになほんまやなさっといかれてるやつはまあなしにしてね あとまあまあでも、ザイル、ザイルなくなってるやんか。ザイルなくなってるよ。ほんザイルなくなってるわ。おなくなって、重複してるよ、ザイール。なくなってますよ。あれは。アディエル。アディエルも。お前、アディエルもやこれ忘れられたら困りますよ。ほんまやねい。全然、ちゃんと見れてないや。そうですね、結構なくなってますよ、よくよく見たら。ほんま。でも前半ですね、後半はんなことないですもんね。後半は全く。 そうですね、ああでも別班の4人が結局なくなったかもしれないもんねもいやいやそんなことないよあこまで回復しててやっぱりって,てならないでしょだいぶちょっと運動に近いこともしてたよ別班のやつは <laughs> 和田とかはリハビリの,、ね、リビリのそうですね,、はい、ですねまあまあでも別班だからあの前半にえと山本とかアディエルとかザイールとかのなくなってるシーンがあったから余計にちょっと説得力が増したところですね、うん、その別班がなくなってるかなくなってないかっていうふうに考えるところで ままあだかくななっててそう気もしきすよね今は大丈夫です今はなくなってないと思いますけどなんか最初に別班ってさ割とりりしい顔きりっとした顔してる人多いじゃないですかまあねはいはいきりっとしてますよみんなはい今回織部科学の西岡と一緒に来た人あれ別班かなと最初思いましたよ僕別班の人にいたかこいつって <laughs> そうです <laughs> そこまできりっとしてましたっけきりっとしてるからなんか <laughs> あれ,これ,あれもう治ったのみたいなちょっと思ってしまってああそうですかいや、うん、ちょっとよくわからんすけどねそれやったらね <laughs> あれなんか見たことあるなと思わんかった <laughs> はいはいはいいや思わんかったよいやそれはでも<れ>、うん、っていうか他のドラマでよく見る人やなって思ったけど <laughs> 別にそう見たことあるな別班やなとは思ってなかった <laughs> まあ確かに半沢直樹にも出てたような気がしますね。はいうん、な名バイプレーヤーなんやなっていうふうには思ってますけど、うん、そうかそうかあれ、はい、ってそうかそうか、うん、俳優さん詳しくないですけど、まあ、知ってるっていう、うん、知ってるって思って,てたんですよ ままあ、まあそ,そのクロスとねちょっと顔を合わせたりとかしてたから、うん、あそうっす、ね、別班同士ってちょっと思いましたけどそういうことそうですねい,いや一瞬ねクロスと顔合わせ終わってリアクションした時は <laughs> あ何かある感じって思ったけどまあ、うん、すぐにクロスのクロスを立てるための人でしたねまあ表のクロスの方のね、うん、ことですよねそうっすねうん、まあ、いやすごいねなでもくあの別班って、うん、その表ではできないやつみたいな ことなのかなって思ってたけど、うん、表でもできるし裏でもできるやつもいるんですねクロスは10本の指に入るって言われてたじゃないですか <laughs> そうですね <laughs> だからそこで乃木はびっくりしてるかもしれんね、はい、そうですねお前表でそんな頑張ってたんかよ、うん、そんな能力高く見せんなって表でって <laughs> 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 ちょっと思うところあるかもしれないですねまあそうだねまあ実際にクロスはクロスじゃなくて乃木は全然 何本の指にも入ってなさそうやもんね。そうですね同期の中で出世が一番遅いと言われてる人間ですから <laughs> 出世競争に負けて <laughs> そうですねでもまあ、はい、そのバレなければいいわけですもんね要はまあそうですねでだからできようとできまいがバレなければいいっていうところですよねだからバレないスタンスはどれかっていう、うん、その人に合ったやり方があるんでしょうねそうだね。それでその分その海外事業とかいろんなことに参加しやすいような状況であれば問題ないわけ、うんうんうん っていうこと確かにねそこにめがけてやってるだけなんでしょうね回転するの,会社のどっちのねこう、うん、演技というかどっちの感じがやりやすいかよねはい、はい、ああそうですねうん、うん、そうやなだからその裏表みたいなのを乃木とかクロスとか作れそうですけどだから和,、うん、和田とかはでもなんかあんま作れそうな感じしないですけどねああ和田は ちょっとずっと静観な感じするというか。<誰> <laughs> あリ、リーダーですかリーダー、リーダーやと思う。うん、あの、だから、そうですね、乃木に反対した人も和田、うん、乃木を連れて行くの反対した人も和田やった気がするんですけど、和田かと言われてた。かだか、それは。それたかだやね。うん、でも、和田は、あの、あれよね、ずっとその、リハビリ一番頑張ってたよね。<laughs> うん、いや、一瞬やから分かんないですよ、一番頑張った。そうですか。うん。<laughs> 高田は寝転んでて、はっていう顔してたけど。 サボってられたみたたいなな顔ししてよう気がますけどたまたまのシーンだと思うんですけど和田が一番やすげえリハビリでしたがそうですねすげえリハビリ一番治るん早いやろうなっていうふうには思いましたけどね和田が僕は高田がリーダーっぽかったんかまあそうん。なるほど和田さんとかどうなんですかねそのうんへにゃってならなさそうやけどなへにゃってする必要ないでしょ別にクロスも。 っっととしたたころがあからクロスはでもへにゃっとしてたじゃないですかその基本スタンスはその「明るいですね」みたいなホンマそうかなトイレ行ってた時明るいですトイレ行って遅れちゃいましたうん別そのうんそうかそうかそんな語尾が気持ち悪くなかったでしょそうですかねいやなかなかでしたけどね語尾はそうかな遅れちゃいましたってこと気持ち悪いよ <laughs> <laughs> <の>いや気持ちのいいやつっていう感じしましたけどねちょっと大まあまあでもなんかいたらなんか場は明るくなりそうな人ではありましたねそうですね、はい、まあねまあでもその4人がね生きてるということをベキは知っていたとね大半バトラカーに調べさせて知っていたということで。 そうなんですね。そうよね。うん、めちゃめちゃ先回りしてる人よね、べきはね。まジででも、べきのこと見直したな、うん、今回で言うとな。見直した見損なってたんですか、べきのこと。べきのことは、そんなに高く見積もってなかった、うん、その、べき、べきなんで <laughs> <laughs> なんでって思うシーンは結構あったからさ。<laughs> <laughs> これまで,ですか。<laughs> うん、これまで。だから、キルギスか、うん、キルギスやんね、多分あのあいつをこう、殺し、あのー、まあ、 抹殺っていう形になったじゃないですか、うん、その始末というかああはいはいはいあのー、あれとかもちょっと疑問ではあったもののうん、うん、ああ今回だからそれがその今心を鬼にしてやっとくことがテントのためになるみたいな、うん、みんな反対してたんやとかマネ、ね、ロンダリングの件ですよねそうですねゴンゴ同壇って切った時ですよね、はい、そうですですゴンゴ同壇の時ですギリアムとパウロですかねうんああギリアムとパウロああそうか、うん 2人合わせて切り切りですね、はい、<laughs> こんだけさ「あのゴンゴ道断」ってさ、はい、感想では言われててもさ「はいはい、のゴンゴ道断」ですか、ねうん「ゴンゴ道断」ゴゴ道断まあそうですねめちゃめちゃ「めちゃゴンゴ道断」の人のイメージついてるし、うん、コメントでも「ゴンゴ道断」っていっぱい来てるけどさあのー、でもそうですね強く言ったのはその時やったし、うん、次回予告でもなってたからうん、うん、まあまあそのイメージは強くて。 そそうやねのイメージってのでかいなだってもうワニズはよだれのイメージしかないからね。まあそうやね。いろいろあったけどん。そうね。ワニズ、よだれとそうやね。声はでもめちゃめちゃかっこよかったけど。まあよだれのイメージのよだれもかっこいいけどさ。よだれはかっこいいことはないよ。汚い。汚いけど、その役者さんとしてはかっこいいじゃないですか。ああまあそういう意味ではね。確かにね。はいはいはい。ほんまやね。うん。 よだれ出すね泣どいつだって泣ける人みたいなすごい名言はいるけどさもう涙出せるんですかみたいなだいもうよだれみたいな感じもあるじゃないですか全員できるよよだれは <laughs> できないよできるよよだれは <laughs> できないでしょ <laughs> できるでしょ, <laughs> ででしょそんなみんなカッサカサじゃないっすよいやいや緊張しますよそれはそうですかその出すこと自体はあのできると思うけどあのシーンであのああいう風にこうやっ やることが意味あるっていう感じはしますけどね。こぼれていく感じというかね、その。あそうですね、うん。いや、それはだって、そのここ。はいはい。だから、それこそ涙と一緒じゃない。ちょうどいいタイミングで出てくる。ぽつりと。うんうん、涙が出る。これがすごい素晴らしい,はい、はい、わけでしょ役者として、うん。そうですね。うん、はい。だから、それが、だから、涙の方が高難易度やと思うんですけど。よだれは割とい、よだれの方が、ね。で、いけるかなと思う。ここで。 ちょっと怒る感じでまき散らしてもっていうのはちょっとあると思うからさ、うん、それまでセリフだって言ってる時はなだらかに言わなきゃいけないでその中に、うん、その間実は、はい、あの腰たんたんと溜めてるわけですよ、はい、口の中に、はい、お前どんだけよだれ足りてへん人間 <laughs> よだれ買いかぶりすぎですよ <laughs> 涙クラスにすんなおかしいって <laughs> 今もお前の口から出てるよよだれが多分出てないですよ大丈夫ですよ 出ないっすです出ないですうん、うん、だからまあで,でもすごいなと思いますよまあねそんなよだれ足らずの感想ですねよだれ足らずではないですけどまあ印象としてはだからそこであ,し、ね、あの言語道断もよだれもつくよう、ね、に一発で結構うん、うんうんうん、そうやねイメージとしてはねうんそうやね、まあな <laughs> た喋ってた途中でしょそれギリアンのあほんまや <笑><笑>よだれで全部忘れとるが <laughs> いやいやでもだから言語道断がまあだから一発だけやっていうのがすげえなと思って一撃で結構イメージついたなっていうだけの話なんですけどで、ね、でも見損なってたっつったじゃないですか <laughs> まあだからこれ見損なってたというかギリアムとか、えーとうん、そうやねというかあの別に残るべきのすごいとこってどこなんやろうっていうふうにまあ考案で、えーとまあ、すげえ腕が立つ人でまあ まあでもテント立ち上げたみたいな、うん、過去の回想シーンでのなんかすごいところみたいなんはわかるんですけどまあでも緑化じゃない緑化ねだから過去じゃない緑化、うん、過去の話よ過去のお前過去だけやんけっていうのは濃く<え>すぎるやろ現,現代でさ <laughs> リーダーに対してきっかけ出してきた <laughs> 現代でさ <laughs> うん 見,えて見てなかったからさ、見えてなかったからさ、だからその現代の、えー、と活躍みたいなのが今なおすごいみたいなことが初めて見えたから、ちょっとびっくりはしましたけどね。べきに関しては、まあそう,かも、ね、そうですね。<laughs> まあでも本当にこう、乃木のことをね、それでこう認めていたというか。ううん、うん いね。ことやったよねだからそのそうやね知ってたっていうななんか一時で急にさ白い服着させてみたいな瞬間あったじゃないですか9話とかでああはいはいはいありました急に乃木を認め出してんでやみたいなグラム層の特技でそうだねグラムの特技してクロス殺してないって分かってた時やんな分かってそうだからあのタイミングとかバトラカからさんだろうなに調査させて4人も生きてること分かってもう余計にっていうのあったんやろうね あーなるほどね。せやなかわいいってなったんやろ。一気に。そうやな。そうやな。そうね。まあまあでもリハビリしようには恨んでるかもしらんけどね。別班は。<laughs> 知らんかったから。知らんかったやっぱこう作戦のために何も知らされへんと打たれたやっぱ腹も立つやろ。<laughs> まあでもよけたらええやんっていう話もあるよ。クロスで。いやいやいや当たってるから。それでも当たってるから。クロスでも当たってるから。 当たってるけどクロスはリハビリランレベルだじゃんか,かそうクロスせやねクロス10よけるんめちゃうまいな 2>, <laughs>、ね、2回よけてるなそれで言うとよけてるよそれはよ、うん、けてるね9勝外すんと、うん、サルグツズンのところそうだ,、ね、だいぶ信用してないとできないけどなそれもまあでもよけれるっていうことで言うとはい、はい、別班やからね、うん、そうですね、まあ、別班やからというか、うん、まあまあそれはねいやでもさ、うんまあ、無理無理でしょうそれは。 無理なんじゃないですか、うん、まあまあその乃木の腕というかあの速さで言うとでもでも別にクロスに関しては本当に最初同じとこ狙ってたわけでしょそうですね、うん、だから避けたのこっちとしてはねクロスだけ肩に打ってたなんでやろうってずっとね、うん、考えてましたけどねでもそうじゃなかった避けたんやってんな、うん、だからクロスが能力ずば抜けて高いっていうことやろもうそこに関して鉄板、ね、の流れもそう,そうね うん、それをさあの他のやつもできたやんっていうのはちょっとさ <laughs> いやいやそれ言うとサムも生きてたやん <laughs> そ,うそうした <laughs> いやいやそう頭やからありのサムね <laughs>、うん、サムはどうも今も生きてるからね <laughs> ずらせるからこめかみ多分、うん、そうななと思いますけどね、はい、まあそういうと最後のね「ゴ<あ>ンべき」も。 よけたらええやんって話ですからねはい、はい、まあそうねだから別班の親父やろっていうバトラガもピオもなそうやねベッパンの親父やしバトラカとピオも別班と結構共に過ごしたやんけって話やもんなそうやなだってなんてバトラカなんかね、うん、あの、うん、最大の軍事会社やってんのやろはいはいはいよ、うん、けろそれぐらいっていう話も、ねそ,うね、<laughs> そ,うそうやな <laughs> バトル漫画みたいになってまうけどな <laughs> <laughs> 全員よけだしたら。全員よけだしたら、時間用だったら、動き止めるやつとか出てこなあかんかね、連立とかで。それはちょっと、あんま望むことではないですけどね、視聴者としても。そうだね、まあ、そうだね。まあ、でも、その続編があるならば、その真相みたいなところも出てくるかもしれないね。うん、そうなまあの真相まあ、そう。で、徐々にバトルになっていくっていうのは、これ。 ありますからねジャンプだけですけどね、うん、それはあの。徐々にバトルになっていくのは、<laughs> マジカルタルルート君とかだけ。<laughs> めちゃ古い漫画で言うと。そうですかね、はい。そうやと思いますけどね。うんはい、まあなまあ、まあ、でも全、そうやな、そのべきのことも、なんか見方変わったし、うんうん、結構いろいろこう見方が変わる部分もありましたね。信、ね、条のこととかね。うん。あ,あ、新条ね。 新庄<情>モニターでしたねモニターやけど結局バレてないですねバレてないというかバレましたよ <laughs> みんなに捕,まっ捕まってはないですねそうですね海外に逃亡するって言ってたじゃないですかあれってね新庄、まあ、1人でできるんかなっていうのもちょっと疑問なんですけどねできるんじゃないですか、あのー、公安やからそうですかノゴンベキとバトラガとピオと3人をどういう手打ちでってちょっと思いましたけど 新庄だけでしょ海外に逃亡っていうかまあ新庄しか出てきてないですよあのシーンにはねんああじゃなくてだから「お前はどうするんだ?」って言われて「僕は海外に逃亡します」っていう言い方してたじゃないですかうん、うん、だから別に全員連れてって意味じゃないでしょモニターをねっていうことやよね全員連れてっていうかあ<ー>まあ,あの公安の中にさ一、うん、人より二人の方がやりやすいなっていうだけなんやけどさあ他にも鈴木とかってことですか まあ別に誰とは思ってないですけど、うん、すごいなと思ってだから新庄はさ一、えー、人部屋やったとしたら結構すごいやっぱすごいやつではあるんやなっていうこととああそのだから追跡が下手な人っていうだけなのよね多分ねえっと追跡っていうか尾行ですよねうん、うん、それが、えー、と下手な人っていうだけなんですよねじゃあそれもわざとやってたんじゃないのなんでなんですかでしょうもないモニターやったからやろ山本は えっとだからあれよねあと乃木よね乃木の方じゃなくてってことはそれはああ最初で言うと山本逃がしてるもんね最初山本逃がしてるよねそれはでもあのモニターやった場合にこう山本を逃がしたいっていう気持ちで、うん、って思ってたんですけどで、えー、っとその後五に誤算やけど、うん、あのクロスに捕まったっていう <laughs> 逃げたわけじゃなくて、うん、っていうことかなって思ってたんですけど、ね、なるほどね はい、まあそうやな、はい、山本のことは分かりますけど乃木のことめっちゃ逃してる感じがするんでね新庄はまあ別班の方が上なんじゃないでもそうねやそうテントは別に能力高いわけじゃないじゃないですか、うん、はいはい公安としての新庄は能力高いんでしょうけどうん、うん、そうかまあね公安に2人もテントいたらちょっとよ,よくないけどな <laughs> <に>まあまあよくないわうんうん すげえよくないけどね。ねすげえよくないけど、別班も至る所にいるからさから別班至る所にいるわみたいなこと言ってたけど、うん、野崎がね野崎言ってたね上原のことじゃないよね え上原は別班をめちゃめちゃ潰そうとしてる感じのことを言ってたじゃないですか言ってたけどまあまあまあはい、はい、でもそれこそ何がどうなるかわからないからねっていうはい、はい、上原やったらめっちゃ気持ち悪いなそれ、うん、しかもそれを野崎が言ってにやってしてるのめちゃ気持ち悪いなそうだね<え>、はい、でもうんでも一番こう疑われない立場にはいるよね上原は。 <laughs> うん、そうやね一番疑われないし一番別班やった時にびっくりするよあと割りズとかね,ねはい割り図も別班やったらびっくりするよ割り <laughs> ズもびっくりするねはい疑われない立場にいますよねまあ日本人であることはちょっと欲しいけどねまあまあまあでも日本人やったっていうことでまあ日本語めちゃめちゃ喋れるっていうのもそれでっていうことはねん,なんとか説明がつくんでね <laughs> <laughs> そうですかはい、はい <laughs> <laughs> う,ね、うんなるほどねはいということもねそうやねぐらいかなでも別班やったら驚く人でも、まあ、まあだから野崎っていう可能性もあるでしょうけどまあなんかそうやねんどこに潜んでるかわからんよってことは言いたかったってことなのかなうんうんだから自分が別班かどうか置いといてってね置いといて自分とあなたが別班かどうか置いといてって <laughs> なんで上原は別班や、ね <laughs> それぐらい分からんぞっていうね <laughs> ことなのかもしれんけどはい、はい、そうな,んかな、うん、まあねでもなんかこう結構ねいろんな気になったとこというかその、はいもまあ、分からんこともあるからそれが後続編とかで何か解決するの解決というか長野の件もそうですしあと、まあ、ジャミーンもね今後どうなるのか気になるし。 結局奇跡の子の理由はだって分かってないやんなまあちょっと分かってないな分かってないよね分かってたっけ、うん、<も>ちょっとでも分かってことあったら教えてほしいけどえっとちょっと分かってまあアディエルが奇跡の子ですよね、はい、ある意味そのあっこで打たれなかったのは奇跡,奇跡的な。えアディエルアディエル奇跡の子ですかアディエルはだって、を こう勝手に車に乗ってさ、はい、敵のやであれ、うん、襲ってきた襲撃したやつの車に乗ってパンかなんか外かってんね、うんで、うん、<laughs> 確かによっぽど腹減ってたんやろうなあれうん、うん、あれはもう奇跡あいつがったら奇跡っていうあだ名だったじゃないその生きて <laughs> <laughs> そうか安いな、うん、結構奇跡がちょっとテントの中でそれやったまあまあそうかなでも奇跡的生還やと思うけどね、うん、奇跡的なその まあそれで仲間にもされるっていうのがさ、うん、でその奇跡の子供っていうことなんじゃない、うん、<laughs> それさえっ、ー、とべき <laughs>、うん、がさこうやってお前こんなふうに敵の車に忍び込んでパン食ってて仲間にされるなんて奇跡だぞお前、うん、俺,俺じゃなかったら絶対ダメだったぞ、ねうん、奇跡だからねって言ってたら、うんうん、すげえこう 自分の優しさを奇跡って言ってるやつになっちゃうねんけどな <laughs> うん <laughs> そう考えたら嫌やけどなべき、まあ、が嫌になるうんべきがちょっと嫌になるかなそうなるといやべきは言ってないんじゃないそれはそうなんかなそのお前のその度胸が奇跡だよっていうことなんじゃないそっちで言ってるんかな <laughs> うんいいそうか,そうか奇跡はやっぱ自分に欠けるもんではないんじゃないん<ー>だよね でもまあ他人にかけるとしても無謀無謀なことを奇跡ってあんまり言ってほしくないねんけどなまあでも結果さえ出せばそれは奇跡なんじゃない無謀とね罵られても <laughs> じゃあちゃんとほんまに言ってほしいけどさうんジャミーも奇跡それやったら奇跡のこの子って言ってくれいやまあでも奇跡の子,子というかあいつ自体は奇跡やからさアディエルは。 アリエルの子やから奇跡アエルが奇跡っていうあだ名やったっていうことで奇跡の子っていうこと、うん、<laughs> そうだよあまあでもアリエルじゃないかもねそれだ母親の方もあるかもしれんねもしかしたらあ奇跡奇跡,さん奇,跡奇跡さんっていうこともあるかもしれない母親の名前明かされてない気するもんまあ確かにそうか <laughs> うんまあそうしめっちゃしょうもないやん何がしょうもないですかに <laughs> だから明かす必要ないよねそれやったら別に <laughs> <laughs> 名前呼んだれよジャミーンってそれやったらお前<ー>誰もが言えやろ親の名前でこ「ノコ」って言われて呼ばれてるの <laughs> いやそれはお国側によるんじゃない <laughs> そうですかうん、うん、うめっちゃ嫌な気すんねんけどなそうかな、うんまあ、そういう分かり方やったら「イやーイけどな」別にそうん、というかまあ続編で日本ではあんまない文化かもしれんけど、うん、なんかこう そういうの見たことあるけどね、何々の子、何々だみたいなそのんな私の名はな見たことないけどな俺。本当？うん。地域お地域柄かそれは。地域というよりはまあ時代と国、ね、柄かもしれんけど。なそういう作品は見たことあるけどな。うん、あ言ってる友達はいないけどさ。うん、あ友達の話じゃなくて。友達の話じゃないんそういう、えー、めめめんどくさいよねその親父の名前から一回一回言われるの。 いやだから嫌な地域やなと思ってた地域ではないよ全然地域一緒やしさそうですかうん、うん、まあねちょっとでもまあジャミーンがでもあのあのなんだろうな知ってたっていうのはまあ面識はあったわけですもんねめっちゃいいやつみたいなこと言ってたから、うんうん、優しいみたいなね <laughs> そうねみたいなそうやね、うん、だからまあ別にそのまあまあ 誰何がどうっていうことは別にジャミーンはとりあえずはなかったけどうん、うん、まあまあでもジャミーンのこともそうやけどその F との会話も結構気になったんですけどね乃木と F ですかそううんけっもう出てきてくれないかと思ったって言ってたじゃないですかうんあれなんでなんやろうと思ってもう出てきてくれないかと思ったもう結構ね あそなへ,そへそ曲げてってことかなへそ曲げてでも、えー、と今回の作戦については桜井、えー、には言ってるわけやから桜井、うん、に言ってるってことは F もさすがに聞いてるでしょううんやからまあへそ曲げてってこともないやろうなとは思っててまあそうだねでもまあ実際会ってだいぶこうテントに取り込まれた感はあったよね うん、まあそうめっちゃ頭ん中でテント探ってる感もあってんけどなうんうんもうまあ、まあ、それかまあ単純に時間経過かもしれんね結構長く出てきてなかったからああはいはいはい、うん、こんだけ長く出てきてくれないのは初めてだよみたいなことがか意味合いなのかなうん、うん、めっちゃ頻繁に出てきてたってことなのかなほんまはもっとも頻繁に見えてたよね我々もよく出てきてんの、うんうん ああそうかなうん、うん、割とねうんうん時間経過なんかなまあ結構心の充足感みたいなものと関係してると乃木は思ってるんかなっていう感じもするんですけどねああそうなんか,<と>か出てくんなよっていう時もあったよね、うん、結構こうピリピリして考え事してる時とかにさうんうん、うん、あったねうん、うん 頼むからもう出てこないでくれっつって言ってたねう,うんそうねそういう時もあったよなうんうんだからまあでもピリあのー、親父とまあ愛をみたいなこと言ってたから、うん、そこなんかなって気もしたけどね乃木、うん、的にははいはいはい、うん、でも F 的にはあれよね F がいつも言ってんのはこう、うん 命守る系のことを言うよなそうだねのあまあ二人の命やもんねうんまあ自分の命が大事というか、うん、まあ乃木の命を守りたい感じでは言ってるもんな、ねうん、でもうん、なんかまあ乃木が思う F が出現する条件と F がほんまに出てくる理由って結構違うんやなっていうのがなんとなく思ったんですけどここではあそうなんですか うん、だから乃木が心の充足感みたいなことやと思ってるならでも F はこう命守る役割ばっかり出てくるじゃないですかあのめっちゃ大事な時は寂しいんだろうみたいな最初に出てきた時とか乃木がちょっと消えようとしてるみたいなことを言ってる時に出てきてたから。 でえーっとまあ、前々回ぐらいでも死なねえよ俺がお前を死なせねえみたいなことを言ってたからやっぱ命守るっていうことで出てきてる感はあるなと思ってて迷いが生じてるときとかにこう相談相手というか背中を押すみたいな今回言った場合だよね親父を公安に差し向けるかどうかっていうところでめっちゃ悩んでたやろうからそういう時悩んでるときっていうのも一つあるかもしれないけどね そうやね、今回で言うと心の補強みたいなね、うん、あの正義自分の中のこう正しいことっていうのを、うん、まあ実行するためにっていうふうに思えたな今回で言うと今回出てきた理由で言うと、うんでまあ、乃木が思うなんかこう条件とは全然違うんやなっていう感じはするんですけどね、うん、でも F にさ関してのめっちゃ大きな謎が僕の中で解けてないのがあるんですけど、うん、はいはいあの これは、まあ、なんだろうな。F ってい、まあ、わば乃木の,もの中にいるっていう感覚なんですね。それが人格なのか何なのかわかんないけど乃木の中にいるっていうことやからだからもう一個言うと別に乃木は特殊能力というか魔法使いいではないじゃないですかだからまあなんだろう例えば、えっと、家の中にいて、えっとうん、家のとちょっと先にいる。 隣の部屋ちょっと見てきてよっていう、うん、そういうことはできないじゃないですか F に、うん、どうなってるみたいな、うん、そういう使い方ではないじゃん F って結局乃木の中の情報でしかこう話をできないし、うん、同じ体験をしてるっていう感覚なんですけどだから幽体離脱とはちょっと違うから、うん、それで言うとあの例えば最後の「別班まんじゅう見つけたとこあるじゃないですかおいいいとこ悪いけどおいあれ見てみろ」みたいな。あ あれ見てみろは、基本ちょっとよよくわかんないですよね。その乃木が知ってる情報の中でやってくれ、<laughs> やらなくてはいはいはいでもそれ,れそうかそうか <laughs> やねでも乃木のその無意識の部分間接 <laughs> チ野アとかってことですよね間接チ野アこれでも間接チ野アやからギリ目に入るやんか、うん、でも気づかんみたいなところあるじゃないですかうん、うん、でえっ、ー、とまあ そのアメリカの最初に F が出てきて乃木に対してその向こうの自衛隊に行くみたいな提案した時とかも、うん、どっかで乃木がテレビとか何かで見聞きしたこと<ー>みたいなことで無意識の時にこう記憶してたこととかなのかなっていうふうに考えた場合は大体は説明がつくようなるほどなるほどなるほど。っかで うん、まあ触れていったってことだよね、得ていたというよりは。うん、実は、得てるというか、だから、脳みその、えーとまあ、あんまり使えてないっていうところの人間,に、うん、人間は、その F がいることでめちゃ使えてるみたいなノりはっていうような、特殊能力っぽいよなっていう気はしてるかな、うん、じゃあ、もう絶だから、あのベッパーまんじゅうに対して後ろ向きやったらさすがにないよね、これは。関節視野にも入ってなかったら。<laughs> 後ろ向きやったら幽体離脱になっちゃうかなっていうそうだよねそれおかしいもんねじゃあまあ何らかしか絶対に目には入ってたってことだよねっていうことだと思いますなるほどっていうことやと俺は思ってますっていう感じですかねいやでもそうかもしんないですねうんそうですねでもシーズン2で幽体離脱みたいな感じでこうちょっと隣の部屋見てきてくれ見てきて「え飛んでくれ」っていうセリフが出てくるかもしれんからさ だから F に関してはなんかそんな感じでで、えっとまあ、命を守るっていう,いうのも乃木、えっと、の,の本当に無意識のところというか、うんうん、っていうようなところからなのかなっていう実はちょっと命の危険も感じてるみたいな時に出てくるんかなっていうような気もするというか。うーんなんか無意識でさ 無意識でその別班まんじゅうだったり、うん、その情報とかは、うんえとだろうなの乃木がちょっとスルーしてしまったっていう無意識感もわかるしそれを F がっていうのはわかるんですけど、うん、あのカウルを砂漠で見つけた時なんかは F が見つけたと思うんですけど、うん、あれは乃木無意識でスルーしたらあかんじゃないですか <laughs> そ探しに来てる、ね、のより。 確かにね、うん、ああそうですね本当ですねあく目に入ってなかったっぽいですもんね乃木の視野からはなん,なんで目に入ってないねそれを探しに来てね皮は気づいてるわけやからな<笑><笑>うんそうやね、うん、ああまあでも、うん、目に入ってたんかな角度的にわからんけどどうやろうなどうやう、ね、そのなる途中で入ってたんかもしれないね、うんね通ってくる途中ではいはいはいそうかもしれないねでうんその時はうんまあちょっと不思議ですけど そ,それで言うとはわだからまあどっちしろこう注意力3万三万までいかないけど全く、うん、でも別班やからだいぶ気配とかも気づいてるじゃないですか後ろの気配そうやねだってドラムとかが後ろ病院で近づいてきた時とかもびっくりしたふりして分かってたもんねあの感じの表情やとそうやな気配気づきやすいけど、まあそうか、うん まあ、それでも注意力ないことはある注意力ないことというか、まあ、気づかないことまあそれでも気づかないことは、ね、ことあるやろうからそこをってことかうん、ねうん、まあまあってことなんかなまあ不思議ですよねまあまあ不思議ですね、はい、不思議ではあるものの、うん、まあねそうですねでもそういうところで言うと何かこう次回次回作があるとすると、うんはい、この 設定の中でまあ先の話の方がいいじゃないですか前の話よりもえっとエピソードゼロみたいになるよりあのー、そうですね緑地下の本質とかさどんだけ大変やったかとかよりさ、うん、<laughs> きついよそれは <laughs> きつい,い <laughs> <版>、ね、<laughs> ああ農業施設さの話ばっかりなるんはきついよちょっとそうですよねはいまあ今後の話っていうと、うん やっぱバルカの方がなんか今クロスも置いてる置いてきて置いてきてとかそっちにいる気がするしはいはいノコルもいるしなんかそっちの方がなんか話がありそうなんかなまだ,まだまだまだなるほどねああまあそうか、うん、クロスにさ小刀預けたじゃないですか乃木のね乃木家のねあれ何やったんやろっていうのもあるしねあれは何だったんやろうね、うん、本当にうん、なんかよくわからんけど 2というか続編につながる何かなんかなっていう気もするなちょっとそう言われるとそうあれで腹切れってことじゃないもんね <laughs> そうやな預かってくれって言ってたからな分か、うん、<laughs> ってるやろ、うん、お前これ渡されたってことはどういうこと,ことじゃない,、ね、いそんなけじめのつけ方なん <laughs> やけじめってクロス何も悪いことしてないやろ <laughs> めちゃめちゃいいやつやったかなクロス <laughs> 2>, 2発も銃弾避けやがって避、うん、けやが落、うん、とし前つけろと <laughs> いうことではないでしょうからね。クロスはナイフの使い方も、うまいですからね。バナナをスパッといくからね。あ、そうか。あれクロスや。あ、ほんまやね。あれクロスや。あのシーンありましたね。うん、ほん乃木がバナナやったからね。クロスがナイフで。乃木がバナナで、クロスがナイフか。うん。あ、いいコンビやね。そう考えると。そうですね。はい。だから最後に。ラストシーンとか日本で乃木が一瞬でもバナナ食ってるシーンがあれば、全部回収されてんねんけどな。 乃木に刀渡した理由は分かんねえけど、<laughs> そ,それがないからやっぱちょっと分からんかったよね。うんまあまあそれがありゃね。あなるほど乃木が肩なられクロスは勝ったね。<laughs> うん、納得できるよねだいぶね。納得できますね。<laughs> はい。うん。そ <laughs> やな。なんでも言いきすけどな。それで納得できるやつは。<laughs> <laughs> 自分なりに <laughs> 見つけれれば <laughs>。<laughs> 自分うんなでも何かきっかけに咀嚼してくれせえけどな。 <laughs> ああなるほどって言っててすぐ帰りそうですもんね, <laughs>、うん、そ,うねそうですねはい、うん、<laughs> そうやな、うん、まあでもそういうところもちょっとなかったんでまあ何かしら今後に繋がるのかなとは思いますよねはい、はい、そうっすねうん,なんか、うん、確かに、まあ、続編であったらいい,、うん、いクロスめちゃ魅力的やったなと思いましたけどね今回2番、ね、見ててキャラクターで好きになった人はうん クロス一番好きかもしらんな俺 <laughs> かっこいいからじゃない松坂桃さんえっと松坂桃李さんがやってなくても、うん、クロスは好きやったかなあ<ー>じゃあワニズとクロスの役が逆やったとしてもってことやね、うん、で松坂桃李さんがつばはく役っていうことだよね、うん、でもそれやったらワニズ,、ね、ワニズが好きになるかな <laughs> 松坂桃李さんやからとかじゃなくてクロスがすげえかっこいいなって思って今回は本当にいやクロスかっこいいっすよねクロスかっこいいっすめちゃめちゃかっこいいんかかっこいいというかなんか熱いしなんかいいなというかめちゃね能力も高いしすげえ好きなる材料が多いっすよクロスは <laughs> そうですかはいでも何か「ヴィン」のこのイメージって結構みんなつくからさうん、うん、はい あ、あの人やって思いそうですよね。こう、他のドラマとかで今後見かけたときに。だって、ドラマ、<ー>ドラマやって、めっちゃ思ってしまうやろうし。ドラム、ドラムやって思うし、ワニズ、ワニズやって絶対思うよな。<laughs> <laughs> いや、そうね。まあ、まあ、まあ、ほか、そうやな。だから、乃木の半沢っぽさも、半、お、ちょっと半沢っぽいなって思ったのも、それやもんな。だから、過去作っていうのは、やっぱ結構重要やったりするよな。そうですね。特に、こう、うん、今回のが。 印象強い人たちまあ別に二宮さんとかが残るやとはあんま思わないと思うんだけどそうっすね役所さんとかも別に今回のが強いっていうので言うと迫田さんも思わんか迫田さんは犯人とか裏切り者っていうふうに思われるよね絶対毎回そうですよねだか別に思いはしないかフラッガーですよね そうねはい旗持ってる感じねまあそうやなはいそうやなまあまあそこはでもちょっと思う部分あるでしょうねでもいろんなとこが印象に残った作品でしたよねそうっすねはいちょっとねまだまだ気になるとことかも他にもあるかもしれないので皆さんからのコメントもお待ちしておりますのでまたどんどん連絡連絡じゃねえわコメントいただたいです連絡はしてくだない めっちゃめんどくさいじゃないですか返してちゃんといやいやコメントいただけたらなと思いますのでよろしくお願いしますはい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 よはいはいということでまたまたはいまあちょっと終わっちゃって残念ですけどまあそうっすねまだ熱がね冷めてないというのもあるのでね我々的にはうんそうっすね皆さんからのコメントを読むのでもう楽しみなので そ,こね、そうですね楽しみにしてますビバンドさせていただけたらなと思いますお願いしますお願いしますお願いしますいはい。はい、ではではごちそうさまでしたごちそうさまでした